マリーン・ベイリーはジャマイカの陸上競技選手。短距離を専門とする選手で2004年アテネオリンピックの金メダリストである。ジャマイカ北東部セントメアリー教区出身。ベイリーはサウスカロライナ大学出身で2003年の全米大学選手権では100メートル、200メートルで圧倒的な優勝候補であったムナリーを下して2冠を達成。 2004年のアテネオリンピックにはジャマイカ代表として100メートル、200メートル、400メートルリレーの3種目に出場。100メートルは5位、200メートルは4位とメダルには手が届かなかった。しかし、ベロニカ・キャンベル、タイナ、ローレンス、シェローン・シンプソンと共に挑んだ400メートルリレーでは41秒73のジャマイカ新記録で金メダルを獲得した。 ベイリーは2005年のヘルシンキで行われた世界選手権の400メートルリレーでも銀メダルを獲得。2007年のパンアメリカン競技大会の同種目でも金メダルを獲得した。ベイリーは2008年北京オリンピックでも400メートルリレーに出場。予選のみの出場であったが42秒24で出場16カ国中トップで決勝に進出。 決勝は100メートルでメダルを独占した3選手と200メートルの金メダリストのキャンベルの4人で金メダル獲得が濃厚であったがバトンミスでゴールすることができなかった。レゲエ歌手のケープルトンはベイリーの兄である。ありがとうございます。